フライパン一つでできる酢豚です。皆様こんにちは。いつも見てくれてありがとう。今日はね、こういう材料です。この材料で一発酢豚っていうのを作ります。黒酢でやります。普通の酢でもいいですけど、はい、豚ヒレ肉、お醤油と生姜とちょっとお塩、下味つけてあります。全部ちょっとずつでいいです。それで、人参、ピーマン、玉ねぎ、それでちょうど今パイナップル切ったので、パイナップルは好き好きで入れるもよし、入れないもよしで入れてみます。私はね、今日はい。で、一発酢豚の方ですけど、こちらの方に小麦粉、強力粉と片栗粉が1対1ぐらいの分量で入ってます。そこにお肉を2、3個ずつ入れて振ります。あんまり一気にドサッと入れるとベタベタになって全体がうまく混ざらないので、まあ、3、4個ずつでも入れて、でまた振って入れてってやると、薄く綺麗に衣がつきます。なんかこれね、鶏からの時もこうやるとすごい便利です。はい、油さらーり、揚げも順番にこうやって並べていく感じだから、並べていく感じなので、ちょっと直径が広めのフライパンの方がいっぱいうまく並ぶと思います。お肉並んだら次ね、人参、硬いものはね先に入れときましょう。玉ねぎ、ピーマンは最後、ちょっと上からなじむように油、これで蓋を閉めて火が通るのを待ちます。はーい、もうね10分ぐらいもうこのまんまずっとほったらかしだったの。それでポイントは、人参が柔らかくなってれば OK、はい、なってます。で、玉ねぎも透明になってて美味しそうになってます。で、残ってたピーマンと、あとパイナップル入れて、ちょっと混ぜます。ほら、下の方こんがりなってて美味しそう。この時ね、初めていじるんだよ。今までは本当に入れといただけでいい。なんかその間、いろんなことできるからね。はい、それ最後に調味料です。オイスターソース、黒酢、ケチャップ、お砂糖、お醤油、お水です。で、これを様子見ながらちょっと入れていきます。いい匂い。黒酢って火にかかるととってもいい匂いになるんですよね。この黒酢で餃子食べると美味しいよね、水餃子。ちょっとね、2分ぐらい馴染むようにコトコト煮てるっていうか絡めてみました。で、お肉につけておいた片栗粉と一緒に馴染んで、ちょうどいいとろみがついて美味しそうです。もうこれで OK なので、ごま油入れたらあとでやって、できましたよ。では盛り付けます。スルッと取れるから便利ですね。ノンスティックタイプ便利です。美味しそうです。あ、緑も綺麗にできましたね。できました。美味しそうです。フライパン一つでできる酢豚でした。みんなも試してみてね。バイバイ。